どうも、タケユウです。霊夢よ。マリサだぜ。ゼミリアよ。フランだよ。この前、タウンホール10の編成ランキングの動画を出したけれど、人気でリクエストもあったから、今回はタウンホール9でランキングを発表するよ。今回もタケユウの超個人的な意見も入るから、参考程度に、困ったらこれらの編成を試してほしいわ。うん、僕の好きなクエラバとかクエラバとかクエラバとか。さあ、早速第5位から紹介するぜ。第5位。ハイブリッド戦術だね。陸と空を組み合わせた戦術よね。うん、これは育成日記シリーズには入っていない動画だね。結構前に出したからまた出したい編成だぜ。そうそう、育成日記以外にも時々イベントとかで動画を上げるし、近いうちに各タウンホールごとの再生リストを作ろうと思っているよ。またできたら告知するわ。話を戻すと、このハイブリッド、陸と空の長所を掛け合わせた編成だよ。これは対戦でも好んで使っている人も多くいるぜ。続いて第4位よ。第4位。第4位はゴレホグです。これはイベントの時の動画ね。ゴレホグはやっぱり安定だね。対戦ですごくよく使われているぜ。タウンホール8でもよく使われているわね。ちなみに、援軍のボーラーをもらうと、とんでもない強さを発揮するよ。ほんと、9位以下のボーラーは化け物よね。続いて第3位よ。第3位。第3位は天才ラバルだね。天才ラバルは大きく2種類あるわね。大量にライトニングを用意してクランの城を売るパターンと、対空砲を売るパターンの天才ね。これは配置に応じて変えるべきだね。天才系は全てに強い、というわけではなく、刺さりそうな配置があれば使う、という感じがいいぜ。詳しい配置の見極め方や攻め方は、この動画をご覧ください。続いて第2位ね。第2位。これは結構最近の動画だね。これネクロだぜ。これは強い。これは強い。これは強い。そんなに強いの？タウンホール級のサービス終了編成と呼ばれているよ。困ったらこれをしておけば全開できるわ。この編成は覚えていて損はないね。それでは、第1位の発表ね。タケユウのことだからどうせクイラバ推しだろ。そんなことは。第1位。1位にランクインしたのはクエヒーラバルです。やっぱりそうじゃねえか。でも、タウンホール級のクイラバは実際する人も多く強い編成だよ。確かによく見るんだぜ。クイラバは極めれば極めるほど強いわね。それはクエヒー戦術全般に言えることだね。やっぱりタウンホール級からはクエヒーをしたいわね。クエヒーはクラクラの中で、すごく難しくてすごく楽しくてすごく強い戦術ね。ということで、今回はこんな感じで、個人的ランキングを紹介しました。振り返ってみると、育成日記じゃなくて、イベントでの動画も多いわね。うん、特にタウンホール級はよく参加しているからね。またこれからもどんどん動画化していくよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。